塩田ひとし塩田ひとしは、茨城県日立市出身のプロサッカー選手。J リーグ裏はレッズ所属。ポジションはゴールキーパー。小学2年時にサッカーを始める。水戸短大附属高校在籍時に GK に転校し二度の国体に出場。2000年、流通経済大学に進学しサッカー部に入部。今まで主導した中でナンバーワンの GK と監督の中野雄二の信頼をつかんだ。 一年次から関東大学選抜に選出され、四年次には全日本大学選抜としてユニバーシアード大会に出場。共に選出された橋田聡及び杉山明を抑え、成人系として連覇達成に貢献した。この年、横浜 F マリノスの特別指定選手として登録されている。複数クラブの注目を集める中、2004年に大学を卒業し、 FC 東京に入団。同年は、政治系土井大一の日本代表遠征による不在の穴を、埋めるべくナビスコカップで準決勝までの8試合に起用され決勝進出に大きく貢献。チームの決勝進出の立役者の一人だったが、浦和との決勝戦では土井が先発を務め、さらに MVP も獲得した。 その後も引き続き問いの控えを務める中で2005年8月22日、右肩関節外傷性脱臼により全治約半年の重傷この頃チームメイトの宮沢誠氏から、出場のチャンスを欲しがる気持ちとフォアザチームの気持ちの両方を持ち続けながら、日々の努力を続けることの大切さを説かれ、自身の指針とするようになった。2006年11月26日、 J1 第33節浦和戦にてリーグ戦デビュー。この試合は浦和の優勝がかかっていたこと、試合後に功労者である三浦文武の引退セレモニーが行われること、プロ入り以来目標としてきた問いのリーグ戦連続出場記録を阻んでの出場だったことから緊張感の高い試合となったが勇敢なセービングで完封し浦和の優勝決定を阻止した。2007年には トイから、セージーの座をダッシュ。伝の成長はチームにとって大きな収穫となり、トイが退団した2008年からは、セージーとしての期待をかけられ背番号を1に変更。リーグ戦全試合にフル出場した。2009年1月下旬のグアムキャンプで隊長に異変を感じ急遽帰国。当初は熱中症と診断されたが、一週間後に、 え死性重水炎であることが判明し入院、手術を受けた。術後合併症による、麻痺性上閉塞を併発したため1ヶ月半の入院治療を強いられ、開幕スタメンを20歳のゴンダ周一に譲った。3月19日に退院し、リハビリを開始。4月から部分的にチーム練習に合流。7月29日のナビスコカップ準決勝、第2戦名古屋戦で、 先発出場を果たすが、ゴンダからレギュラーを奪い返すには至らなかった。2010年も引き続き、ゴンダの控えを務めるも、チームは j に降格となり、同年限りで契約が切れることもあって、複数の J1 クラブからオファーを受けたがチームに残留。2011年は、序盤戦こそ、ゴンダの控えであったが、ゴンダがロンドンオリンピック予選に招集されたことを機に3年ぶりに、 先発に定着。負けたら変えられるという状況をした、塩田はこの年のリーグで最小の防御率を記録し、シーズンを通して激しい政治意争いを続けた。また、2005年から2011年までは、東京での選手会長及び日本、プロサッカー選手会支部代表を務めていた。2012年からは、第 2GK に戻ったものの、戦術眼とコーチングへの評価は高く、 カップ戦では、ゴンダや他の選手を差し置いて、スタメン起用されることが多かった。2013年には、日本人最年長選手として、チームを支えた。2014年限りで11年にわたって在籍した、FC 東京を団。2014年11月30日、J2 大宮 RD 以完全移籍。加入当初から、加藤純大と激しいポジション争いを続けたが、 政治意見には加藤が定着。終盤戦にチームの連敗を止めるべく一時起用された時には、後セ部で停滞を断ち切る活躍を見せた。出場時愛数では不本意な結果となったが、その存在感は絶大で、様々な形でチーム強化、J1 昇格に寄与。ベテランとしてのプレイを続ける中で、精神、肉体ともに最適なバランスを見出し、 2016年の開幕説では加藤に代わって先発に抜擢。フルス FC 東京との対戦に複雑な思いを抱えつつもこれに完封勝利した。その後は加藤に再びポジションを譲るも加藤の怪我もあってレギュラーに定着した。しかし続く2017年は加藤が怪我から復帰したこともあって第 2GK に降格。中盤戦には 松井健也に追いやられ、ベンチ外となる試合もあり、チームも J2 に降格した。2018年は加藤が第 3GK に降格し、松井と入れ替わりで加入した笠原昇氏が正 GK に抜擢されたが、塩田は常に第 2GK としてベンチ入りを果たし10試合に出場した。2019年は笠原や加藤ゆきの台頭もあって、5試合の出場に止まった。 2020年、栃木 SC へ完全移籍。加入後は開幕スタメンこそ、川田周平に譲るも、すぐに、レギュラーに定着。その後は、怪我や、帯パウエル帯んなの加入もあって遠ざかるも、怪我から復帰後は再びレギュラーに定着した。2020年12月28日、栃木 SC のチームメイト妙本校博士と共に、裏割れずに完全移籍で加入した。 加入後は、西川修作と鈴木彩園の控えを務め、主にカップ戦の控えがメインとなっている。その他の公式戦、ありがとうございます。